みんみんあやみんばい、こんにちは、福山あやみです。はい、今回はですね、たくさんキュンキュンしちゃいたいと思います。キュン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 ということで、ちょっとねキュンキュンしたいなと思ったので、インスタのストーリーでみんなのキュンを聞かせてくださいと言ったんですが、ちょっとねみんなキュンキュンしてるよ。本当に結構たくさんの方がキュンエピソードをくれたので、ちょっとそれでみんなとキュンを共有したいなと思います。じゃあ最初は、彼氏が電話しないタイプなのに声聞きたくなったと電話をかけてきてくれた。あー、いいですね。まあでもなんか電話しないタイプなのにこうかけてくれるのはちょっとキュンとするんです。はい、どういうこと？好きな人と真顔勝負、真顔対決みたいなしてて、目になんかついてるよって言って、でみんないるのに撮ってくれた。あ、そういうこと。こうやって近くで目になんかついてるよって、うわやば、なんだなんだ、それは両思いなのか。はい、肝試しの時にずっと片思いをしてて、いつも汚れみたいに扱ってきたのに手持つって聞いてきたこと。おー、肝試しとかいいですね。キュンキュンするわ。あるじゃん、合宿とかで肝試しするじゃないですか。そういう時なんかね楽しいよね、そういう感じが。先生に恋してたとか、すごい。デートの帰りに彼氏に帰…ん？ちょっと言う。デート帰りに彼氏に帰らないでってバックハグされて捕まえられた。いや、すごいな。めちゃめちゃ青春してるな、本当に。絶対届かないって思ってた先輩を思い続けてたら、ある日部活の靴に連絡先が入ってた。やば！すごくない？その子は実ったの？すごい、もうアタックし続けたってことかな。ちょっと待って、これキュンというかなんかすごい。中1の頃から片思いしてる声のタンプレ渡せてなくて、中1の時渡せなくて、大学1年生になった今でもまだ引き出しに入ってる。やばー、すごい。そうだよね、なんかなかなか捨てれない。そう、今も片思いしてる？それはないか。すごい、でもなんか見たら思い出すよね、そういうの。いやちょっと待って、いいなみんな。ちょっとどうしよう。何を言う？バックハグとかめっちゃキュンってするの。やばい、授業中にこっそり手つないでました。やばい、それはやばい、それはすごいな。どうやってつなぐの？遠くない？だってなんか小学校の頃とかくっついてたけどさ、中学校もついてるか、机。手つないでたとか、やば、それ見ら、うわーやば。ちょっと待って、来れば。幼馴染に彼女作らないのって聞いたら、お前より可愛い人がいないからだよって言われました。これは漫画みたいなセリフ。こんなこと言う人いるんだ、やば。それ言われてどう反応するかだよね。みたいな、やば、これはすごいわ。なんかこんな言える人がいるというのいいね。体育祭で付き合った、ウェーイ。それはおめでとうございます。いいね、なんかイベントごとの時に付き合うのってなんかいいね。よりなんかテンションが上がりそう。ウェーイって書いてる。でも結構なんか目あってこうニコってしてくれるのがやっぱキュンってくるっていうのが多いかも。なんかそういう些細なことでもキュンってするよね。目あったみたいな。好きな人との隣の席で腕が当たった時とか、でもなんかやっぱそういう、なんだろうね、些細なことでもやっぱキュンってしちゃうんだよ、好きな人だと。探してる時に飽きちゃう。気になってる男子に俺のこと押してって言われて初めてキュンキュンしました。すごい、そんなこと言う男の子いるんだ。俺のこと押して、でもなんかどういう気持ちで言ったんだろう、それは。でもまあ嬉しいね、気になってる子だったから。マスク姿の彼、マスク姿がにキュンとした。うわ、それもすごいわ。末端冷え性で手冷たいって言ったら、握らしてって手握ってくれた。やばー、これはびっくっとするな。私の横を通るたびに髪を触ってくる。これキュンってするのかな。これまだ気になってる、付き合ってる、どっちなんだろう。まあ髪をさ、これタイプがやるかも。でもキュンってするんじゃない、嬉しいのかな。じゃあ、結構なんか好きな人に誕生日を祝ってもらったとかも多いかも。好きな人と隣の席になった時挙手して手当たっちゃった。はいってはいはい、みたいな。でもこういうね、ちょっとそういうのもキュンとする。
結構電話とかそういう寝落ちでこう寝言で好きとか言ったりとか、そのままなんか好きだよ俺もみたいなそういうのがまあねキュンってくるよね。普通に頭ポンポン、頭ポンポンってさ、やられたことないから、あーね、もうキュンってするか。かくれんぼ中にチューされた。それはびっくり。やっぱニコってするのは最高のキュンだし、好きな人ができた時にやるといいと思う。結構効果的だと思う。それはニコってやるの。やっぱ笑顔とかいいよね。彼氏に電話越しで早く会いたいって言われたこと。そっか、会えないもんね。それは会いたいよ。廊下通るたびに目が5秒は合う。え、5秒って長くない？5秒でしょ。1、2、3、4。え、5はやばくない？ 5 秒はちょっと、すごい気まずくなりそう。いやでもすごいね、5秒は気にする。引き出しに教科書入れてあげたら、ありがとうって頭ポンポンしてくれた。おー、やるね。好きな人と2人で夜、公園に行った時に芝生の上でさりげなく腕枕をしてくれたこと。あ、こう公園で寝て腕枕をしてくれた。優しい。授業中手紙で告白された。何で？前好きやった人と両思いって聞いた時、あ、実はあの時両思いだったよっていうことかな。あーでもそれもいいかも。なんか、あ、そうだったんだって。好きな人にディズニーのお城の前でお姫様抱っこいいよねって言ったら俺がするって言われた。あー、そんなお城の前でお姫様抱っこなんて本当になんか漫画の世界みたい。枕を私だと思って毎日枕を抱きながら寝てるらしい。すごい、その男の子すごいな。気になってる人に下の名前を呼び捨てで呼ばれた時はキュンとする。あー、そうかも。こんな感じだね。うわー、すごい。みんななんでこんなキュンキュンしてるんですか。本当にもうね、のろけですよこれは全て。いや、いいですね、みんなちゃんと精神してます。なんか嬉しい、私も嬉しい。みんな意外となんかドラマっぽい漫画っぽいキュンをしてるんだね。なんかそう、頭ポンポンだったりとか両思いだったとか、なんか危ない時はさりげなくシャドウに来てくれたりとか、なんかそういう感じ。すごい、意外とそんな感じなんだね。バックハグとか、まあそういうのが王道がね、やっぱキュンとするんですよ。 いいですね。はい、こんな感じで今回はみんなからいただいたキュンエピソードを読んでみたんですけど、皆さんどうでしたか。キュンとしましたか。本当にもう私もキュンキュンしたいです。送ってくれた方ありがとうございました。これからもたくさんキュンキュンしてください。じゃあバイバイ。